モデルプレスイコール2020年5月19日、女優の新垣結衣が主演を務める TBS 系ドラマ、逃げるは恥だが役に立つムズキュン。特別編が放送され、関連ワードが SNS のトレンドを席巻した。新垣結衣&星野源、逃げるは恥だが役に立つ。今作は2016年10月期に火曜ドラマ枠で放送。原作は海や津波の同名漫画。職なし、彼氏なし、居場所なしの主人公、森山みくり、新垣が恋愛経験のない独身サラリーマン、須崎平正、聖夜源と仕事として契約結婚。夫イコール雇用主。妻イコール従業員の雇用関係で恋愛感情を持たないはずが、同じ屋根の下で暮らすうち、妄想女子と産男は徐々にお互いを意識しだすというラブコメディ。ドラマは回を重ねるごとに注目度が増し、初回 10.2% だった平均視聴率は右肩上がりに上昇、最終回では 20.8% を記録。視聴率は、ビデオリサーチ調べ、関東地区。ドラマのエンディングで星野が歌う主題歌、恋に合わせて踊る、恋ダンスも一大ブームを巻き起こした。逃げるは恥だが役に立つムズキュン。特別編では、そんな逃げ恥を再編集し、未公開シーンや未公開カットを新たに加えた。今回の特別編。放送前から SNS 上に期待の声が続々寄せられ、逃げ恥、みくりさんは放送中に、Twitter のトレンドワードで、予解1位にランクイン。国内でも、ガッキーが話題となっており、やっぱりガッキー可愛い。火曜日人間さんとガッキーをまた見られる日が来るとは、ガッキー超綺麗、やっぱり国民は、星野源と新垣結衣を求めてるなどと反響。最後に、次回予告もされていたことから、次いつ?再放送でも色褪せないドキドキ感と注目を集めている。